高山和美です。アスカは最年少で乃木坂に入ってきた。4年一緒にいて子供だなぁと思うところが多い。子供だからかわからないけど、アスカは毒を吐く。どうせお前らクリスマス過ごす相手いねえだろ。私小説が好きなんですけど、人間の裏というか汚い部分が書いてある本ばっかり読むんですよ。同じ年代の南が太陽だとすると、アスカは月だ。でも毒を吐いても乱暴な言葉を使ってもアスカは許される。それはなぜか。アスカは人の話を聞いてすごく笑ってくれる。私は昔からずっと、人の話を聞いて笑ってくれる人は好かれると思っている。しかもその笑顔には嘘はない。バランスがいいんだと思う。アスカはダンスも歌もできる。トークも個性的だ。ライブとかで間違えるのを見たことがない。私、高山が個人的に思うことだが、アスカは一番可能性があるメンバーなんじゃないかって思う。今は若いし、まだまだ子供だけど、アスカがもし乃木坂のリーダーになるような日が来るとしたら、ワクワクする。私はいつかそのリーダー像を見てみたい。アスカのを見てもらいました。この VTR 中のアスカがあるらしいので、それを見てもらうのですが、隣にいるのはナレーションしたカズミ。この状況はちょっと恥ずかしいよね。そうだよねでもライブ中の映像ってさ、みんな見るよね。見る見る。なんか、うん、むしろみんな見にくい状況でも、うん、もう自分から見に行くみたいな。身を乗り出してね。そう、首をさ決めちゃうもんね。伸ばしてみるっていう。そうだ、ファンの皆さんと同じねタイミングで見てる。そう、やっぱりこれオーバーチュア前に見て、うん、なんか心がゾワッとする感じするよね。ね、始まる前。私これ話、なんかアスカリンがねこの映像を見て泣いちゃったって話を聞いたけど。あー、なんか結構みんな泣いてるよね。うん、サプライズだもんね。お互いがお互いの内容言ってないから本番にね。何を言われてるのかとかわかんないよね。うん、あ、泣いちゃった。アスカ、アスカちゃんすぐ泣くからね。ね、涙もろいよね。かわいい。純粋。うん。